2019年度、食草対策委員会活動報告、食草発生数と虫数について。2019年度の食草発生数と虫数です。オレンジ色が発生数で、青色が虫数です。病棟ごとにグラフで表しています。食草発生率は年々増加して、2019年度は 2.05% でした。日本食草学会発表の療養病床を有する一般病院の食草有病率は 2.81% で、約半数は持ち込み食草と言われていることから、当院はやや高い発生率だと言えます。2019年度の持ち込み食草数と虫数です。オレンジ色が食草持ち込み数で、青色が虫数です。病棟ごとにグラフで表しています。食草持ち込み数が30と2018年度の半分以下になっています。特に4階病棟の2018年度、35から8に激減しています。病棟ごとに比較します。3階病棟の前年度との比較です。左のグラフが2017年度と2018年度と2019年度の発生数と治癒数で、右のグラフが2017年度、2018年度、2019年度の持ち込み数と治癒数です。発生数は2018年度の半分以下になっています。持ち込み数は年々減少傾向です。4階病棟の前年度との比較です。2018年度より発生数、持ち込み数ともに減少しています。特に持ち込み数が約4分の1になっています。5階病棟の前年度との比較です。2018年度より発生数、持ち込み数ともに減少しています。6階病棟の前年度の比較です。2018年度より発生数は減少しています。持ち込み数、虫数ともにほぼ同数です。2019年度からスキンケアの集計を開始しました。年間件数を病棟ごとに表しています。スキンケアの発生時は、所定の手続きで処置をしてもらっています。スキンケアのファイルがあるので、発生時は記入もお願いします。食草回診件数をグラフで表しています。毎月第3木曜日15時30分からデザイン R D3 以上の患者を対象に食草回診をしています。医師、食草デザイン R の評価、処置方法の評価、看護師、ケアの評価、栄養士、栄養状態、食事形態の評価、理学療法士、ポジショニングの評価、薬剤師、薬剤の評価。治癒に向けてチームで活動しています。対象患者の病棟スタッフには、回診後、ポジショニングのお手伝いをお願いしています。今後もよろしくお願いいたします。食草カンファレンス件数を1週ごとにグラフで表しています。カンファレンスで食草リスクの原因及び対策を検討し、共有した処置やケアができるようにしています。3階病棟と4階病棟の食草カンファレンス件数です。5階病棟、6階病棟の食草カンファレンス件数です。
3階病棟、4階病棟では以前からしていましたが、2019年度から5階病棟、6階病棟でも開始しました。ご清聴ありがとうございました。